たいな。確かに最近そのサウジアラビアがこう開国したりとか、はい、そのどっちかというとこう外に対してこうこれまで閉ざしていた国がオープンになってくるような感じの印象はありましたよね。そうですね。であのドバイとかも飛べるようになったので、イスラエルから、あの日本に帰る飛行時間がだいぶ短くなったんですよ。それで空路が変わったので、うん、そこの上が、はい、たりとかしててすごくいい感じにはなってたんですけど、まあそうですね、サウジアラビアの上を飛んでドバイに行けるようになったってことか、うん、あドバイの上を飛んで日本に行ったりとかできるので、はいはいはい、時間が 2,3 時間短くなってるんじゃないかな、確実に。前なんかトルコ経由とかでしたよね、確かに。そうですね。なのでトルコ経由も結構いいんですけど、トルコもまた、うん、トルコの移民関係がやっぱりその、はい、あんまりイスラエルをよく思ってない移民の人たち、移民っていうか、まあ、あの避難民なんて言うんでしたっけ、 FUG、 クルド族とかですかね。クルドじゃない、何だったかな、はい、ギラット、which kind of people is don't like Israel in Turkey? The government. No, not government. Which kind of people is FUG? Many, and Syrian. Sorry. シリア系の人が、逃げて、シリア系の人が結構、トルコに多くいるんですけど、シリア系の人はあんまり好きじゃないみたいですね。っていうのがあります。うん、まあ、でも全部言われてることで口調はないっていうふうには言ってますけど、イランの方はやっぱりイランが声明を出しているので、そこは結構オフィシャルではあります、ね。で結構日本の方ってそのガザ地区とパレスチナが同じだっていうふうに思ってらっしゃる方多いんですけど、ガザ地区とパレスチナってつながってもいなくて、同じイスラエルの隣にはあるんですが、中っていうかにはあるんですけど、ガザ地区の方って、うん、通行証がないと入れなかったりするんですね。で私パレスチナの方には 2,3 回入ったことがあるんですけど、パレスチナの方は、はい、やっぱりちょっと遅れてる感じはしますが、比較的大丈夫、何かあったら大変だけど、はいはい、ガザ地区は私みたいな普通の人は通行許可証がないともう入れない感じになってるんです。なんでガザ地区だけあんな風に隔離されてるんですか。ガザ地区の方がテロリストがもう支配している地域になっているので、はい、でパレスチナもやっぱり北朝鮮と韓国って考えてみるとちょっと分かりやすいと思うんですけど、北朝鮮の人って簡単に出れないですよね。はい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 、あれと同じようにガザ地区の人って簡単出れないんですけども、韓国の人って普通に出れますよね。はいはい、はい、でパレスチナの人は国から簡単に海外に出ることはできないけど、別にイスラエルの行き来とかを検問通ればできるんですね。でもガザ地区の人はそれができないっていうのが、はい、やっぱりテロリストが支配してる国だから。でそのテロリストが支配してる中でもやっぱりハマスがメインなんですけど、あとジハードっていうもっと過激派のテロリストっていうグループがいて、2つのグループが今中にいる感じですね。それはその何なんですかね、その要は国際的にもそれはみんなここはテロリストの国だよねっていうか、テロリストのエリアだよねって思われてるのに、その何の対策もしないのは何でなんですか。建前、イスラエルとも国がですか。いやもうイスラエルもそうだし国際的にもそうなんですけど、その危ないエリアといえば危ないエリアじゃないですか。でも例えばわかんないけど、うん、北朝鮮って例えば核を保有していったりとか、まあ、まあまあ面積が広いとか、お隣の中国とかロシアが、まあ、ある程度その支援、結構手厚い支援をしてたりとかするので、なかなかその、まあ、あれをなんとかしようっていう、北朝鮮をなんとかしようっていうのはなかなか難しいし、一応その国交がある国もまあまああるし、一応そのちゃんとした、まあ、要は独立国家としては認められてるわけですから、その何らかの大きな瑕疵がない限りはその攻めたりとか滅ぼしたりとかっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、ガザ地区っていうのはどれぐらいの位置づけなんですか。ガザ地区は人権的な問題でやっぱり一般市民も住んでいるところなので、うん、
そこを潰すっていうのはちょっと難しいかなっていうのはあると思います。私もちょっと軍事的な詳しいところまではわからないんですけど、ただ貧困がテロリストを生むっていうのもあって、そこは問題視されてますよね。いやなのでその今回の件をきっかけにして、その、まあ、ある程度だからイスラエルももう手を出したくないみたいな感じなんですか。イスラエルはできればなくしたい、ガザ地区が他のところに行ってほしいと思っても、ガザ地区っていうのは下の方にあってイスラエルはこうやって長いんですけど、はいはい、エジプトの隣で、エジプトは逆にガザ地区から出てくる脱北者みたいな人、エジプトの方に逃げる人たちは撃ち殺しちゃったりするんですよ。入ってきてほしくないから。あ、そうなんですか。うん、でやっぱり彼らもテロ、エジプトも入ってきてほしくないので。なるほど。そうですね。じゃあもうかなりそのみんなが、まあ、みんななんかそのガザは天井なき監獄ですよねとかっていうふうに言ってますけど、どうにもなんないわけですね。そうですね。本当はガザの一般市民をなんていうのかな、傷つけたくないっていうのがあって、イスラエルの軍隊って爆弾落とす前に放送するんですね。今から爆弾落としますって。はい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 、はい、でするんですけど、やっぱり人間の盾としてテロリストに一般市民に使われたりするので、そういったのでなくなったりもするし、結局そのガザを支援したい、ガザを良くしたいと思っていろんなとこからなんていうんですかね、ドネーション、資金をもらって学校を建てたりするんですけど、結局その学校とか病院の中に兵器を入れたりだとか、攻撃されないので、であとはトンネルそこから掘ってイスラエルの方に攻撃できるようにしたりとか、結局だからそういった支援で行ってるお金もなんていうんですかね、テロ活動に使われちゃってるっていうのは現状で、パレスチナの方に行ってるのは全一概にはそうはないと思うんですけど、やっぱりガザ地区に関してはそういったコントロールの方が非常に難しい形になってるので。ガザ地区は一応あれなんですか、パレスチナ自治区というような位置づけではあるんですか。そうですね、一応パレスチナです。パレスチナ自治区、パレスチナ自治区、うん、そうですね。なるほど。そうですね、ガザが天井なき監獄で囲ったのがイスラエルという意見があるんですけど、囲わないとテロリストが来るんですね。で今回40人の赤ちゃんの死体が見つかったんですけど、そうい囲わないとそういったテロリストが来て赤ちゃんとかが殺されちゃうっていうふうに思うと、囲うのは悪いことですかっていう話になってくる、堂々巡りになっちゃうんですけど、で一応囲う理由があるのも分かっていただきたい。で閉じ込めてるのがその一般市民だけではなく、はい、国の防衛のために囲ってるっていうのも、ご意見いただいた方に分かっていただけたらなって思います。なるほど、難しいですね。じゃあ今回の落としどころっていうのもなかなか難しいと。正直落としどころっていうのは何も見えてこない。